皆さん小説好きですか自分でも書いたことがありますか書いてみたいと思ってありますか若月光です今日はですねエピソードの書き方を紹介したいと思います質問いただきました大衆文学賞に作品を応募することを一時諦めていたのですが 最近ままたたき始めました久しぶりで感覚を忘れてしまっているのがまるがまるしてまるする話と大きな枠組みと結末ざっくりした流れ起承転結までは思いついていてその間はは面白いいなと自分的には思っていますでもその間の過程や日常の部分がどうしてもうまく書けませんどういうふうに組み立てていくのがいいか教えていただきたいです分かりにくくてすみません っていうことでしたいやいや分かりにくくないですよすごく分かりやすいっていうかあのよくある質問だと思います。〇〇が〇〇してててすするる話ってあらすじはけてはるわけわ、ね、であの流れも書けてるしアイデアとかも書けてるでも文章を小説にしてみたらその間の過程エピソードがうまく書けない日常の部分エピソードがうまく書けないどうしたらいいやろうかっていうことなんですね。でねこれねえっ、ー、とねキャラクターが固まってないから「です」もう解答先に 言いました理由はね1個だけなんですよ本当にキャラクターが固まってないからキャラクターが動いてくれないからお話エピソードがうまく思い浮かばないわけなんですねあの作家さん関わる方にも2種類あるんですよ登場人物を先に書いて登場人物を動かさはる方あとストーリーを先に書いてそれから登場人物を考えはる方で多分ですがこの方は後者ストーリーを先に書いて登場人物を後で考えはる方やと思うんですよで登場 人物がまだぼんやりしてるから真ん中の部分が描けないわけなんですストーリー通りにキャラクターがうまく動いてくれないっていうことなんですね じゃあ、どうしたらいいのか。これねやり方いくつかあるねんけれども、私のやり方と、それからシェ、シアなえ、別の作家さんのやり方で説明したいと思います。えっとね、私ね、アマチュアの時は派遣社員しながら書いてて、しかもね、フルタイムで働いてたんですよ。通勤時間もあったし、やっぱりその、9時間とか10時間とか、拘束されるわけやないですか。で、うちに帰って書こう思っても、やっぱり書く時間ってそんなにないんですよ。スポーツジム通いとかもしてたしね。あの、うちに書く時間 帰ってから書こうかな思っても正味かけるの30分とかなんですよその30分を有効にしたくて私何をしてたかって言うと創作ノートにね次の展開とかセリフだけとか書いてたんですよ書き刺しの小説の主人公が何を言うかとかねどんなセリフを喋るかとかねここでこうするからこんなエピソードが入んねんみたいなやつをね席に書いてたんですよでねあのメモ帳に創作ノートにそういうのを書き出してでキャラクターがどういう風に動くかみたいなことを 頭の中でシュミュレーションして頭の中でぼんやり考えてるだけじゃなくってぼんやり考えてるのを手書きで文章にしてるから私はそれがキャラクターの行動が頭の中で固定されていくわけなんですねだからもう書くことが決まっててうちに書いて30分で30分間でビャーっと書いてたんですよでもそうやってねそういうそのキャラが固まってないこのキャラやったら ここういううういいい時時ににするっっててのが固まってない時に文章を書こう思ってもエピソードっていうのはなかなかね生まれてきてくれないんですよ。なのでですねメモ帳を使いまくるあの付箋とかでもいいと思うね。あの今ちょっと結構本みたいなっていうかメモ帳みたいな塊になってる大きめの付箋とか売ってるじゃないですか大きめの付箋にねエピソードとかいっぱい書いといてでそれをですねパソコンにペタ,ペタ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 と貼っていってパソコンのセミナーのところに貼っていって。 小説を書いていてく。まず頭の中でシミュレーションして考えてエピソードを付箋に書き出してその付箋をパソコンの周りに貼っといてでそれを見ながら小説に書いていくとかねそういうやり方したらねキャラクターもちゃんと動いてくれるし、えー、とエピソードが書けます。 あともう一つね、これは、えっとね、あの、私はやってないんですけれども、松岡圭介先生が書いてあったんですよ。小説家になって億を稼ごうっていう本なんですが、あの、松岡先生は、キャラクターの絵、えー、っていうのかな、あのー、俳優さんの,あのイラストっていうか、俳優さんの写真とかをプリントアウトして、壁に貼るんだそうです。で、壁に貼って、でそれでですね、このキャラやったら、こういう時にこう,いうセせる言うよね、とか、このキャラやったら、 絶対にこの何か、えっ、ー、と、何々が好きよね。定食屋に行ったらカツ丼食べるよね。みたいな感じでね。そういうのを書いて,いって。 でこのキャラやったらこういうストーリーの時こういう行動するよねみたいな感じでね壁に貼ってどん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 書き加えていくそうなんですこれね人々に愛される物語の想像とはっていうところに出てきたんですよこれをねすると確かにね本当にキャラクターがくっきりしますでキャラクターがくっきりするとエピソードが書けますキャラクターの立て方みたいなのは別の動画でも喋ってるのでそちらもね参考にしてもらえたらいいかなと思います